松坂市立朝霞小学校は、三重県松阪市の市立小学校。学生発布に伴い、1873年4月に、小朝霞学校が創設され、1875年には、大朝霞学校も開校した。正確な開校時期は不詳であるが、同時期に、美野田学校も開校している。これら3校は1880年に統合し、袖岡学校と称した。 本校は、昭和坂に置かれ、大阿坂と美の出に分校が設置されたが、両分校は1886年に廃止となった。翌1887年4月、袖岡小学館以下事業所に改称、続いて翌1888年、袖岡人常小学校に改称した。さらに1902年4月に高等科を設置したことを受け、同年9月に、 朝霞神城高等小学校に改称した。朝霞神城高等小学校には1919 19年9月に農業補修学校、1926年7月に青年訓練所が併地された。1941年4月、国民学校令により朝霞国民学校に改称1947年4月に朝霞小学校へと校名を改めた。 さらに1954年10月に、朝香村が松阪市に編入されたことで、松阪市立朝香小学校になった。市立中学校に進学する場合、松阪市立西中学校に入学する。2009年5月1日現在の児童数は92人であった。2016年5月1日現在の児童数は7、学級92人、教員数は11人。 ありがとうございます。